しっかりと覚えておいてほしい。そうするとね、60、70、80の時、その老健施設に入っても80後半の方でもね、ものすごく元気な人はね、やっぱりね、毎日ね、あたいね、5時55分に起きてね、今でもね、洗顔しっかりとしてね、化粧をするんですよって言って、老健施設に入っててもね、ちゃんときれいにしてるんですよ。で、そういう人はね、やっぱりね、ちょっと認知症入っててもね、やっぱりこう明るくて、ね、朗らかな、その周りに、ね、発するね、オーラがね、全然違うんですよ。